はい、グズの趣味部屋へようこそ。もうすでにね、目の前にありますけれども、今回はこちらですね。はい、今日発売となりましたワンピースカードゲームから強大な敵、はい、診断が出ましたね。こちらを買ってきました。はい、ただね、やっぱ人気なんでもうパック制限があるんですよね。まあ、自分はね、近所のゲオに行ったんですけれども、ゲオは1人6パックということでね、近所のゲオね、2店舗回って12パックを購入してきました。はい、まあこれはね、前回の段のやつと同じでね、12パック、はい。まあ、今回もいいカード出るかな。今回もじゃないな、前回は別にいいカード出てないからね、はい、今回こそはもう目の前でね、いいカードを出したいと思います。はい、では早速ね、1パックずつ開封していきたいと思います。はい、では早速ね、1パック目。はい、ケイミー、なんかすっげーポップなイラスト。はい、ガレーラカンパニートゥースガン、シャーリー、この次ぐらいかな、ドン、あ、違った、もう一個か、ワンツージャンゴ、はい、この次ですね、キラロワ、キラワ、せーの、はあ、シュトロイゼン、レア、普通のただのレアでした。で、ドンカード、はい、っていう感じですね。必ず最後がドンカードになってますね。はい、外れ。はい、2パック目、せーの、ボン、せーのっていうまでもないか。はい、アルビダ、まあここからはね、ポンポンいきましょうか。はい、この次ですね、はい、キラは来い、パラレル、なんかじゃ来てくれ。あ、これはスーパーレアか。あ、かっこいいな、ロブルッチ、スーパーレア CP9 ロブルッチ、かっこいい。はい、デッドンカード、はい、3パック目、はい、この次ですね、いきます、せーの、あー、レア、普通のレアジャンゴ、はい、はい、4パック目、はい、この次、せーの、きった、片栗のパラレル、うわ、かっこいい、んー、じゃあこりゃ、うお、バラパックできたよ、片栗パラレル、めっちゃかっこいい、やった、俺は嬉しい。あれ、これシグだな、あれ、シークレットって書いてある、あれ、あ、シークレットなんだ、え、やば、え、シークレットのパラレルってなる、うん、どっちなんだか分かんないな。うわ、めっちゃやば。バラで来てくれた。すげえ、こんなことあるんだ。いやー、今回当たりだ。前回外れだったけど。12パックで出ましたね。
まあ、正確には6パック、1店舗6パックなんで、6パックで出ましたしく。うわ、めっちゃ嬉しいこれ。やった。で、ドン。はい、5パック目。ということは、もう多分、出ないな。同じ店舗なんで。はい。はい、この次、せーの、これは普通のレアか。あ、これは普通のレアか。はい、シャーロットスムージー、いいですね、イラスト。はい、はい、6パック目。次、濃いじゃん。ああ、普通のレア、ゴムゴムのジェットガトリング。はい、はい、続いてね、別の店舗の6パック開けていきましょう。はい、1パック目。パラレルかと思った。よし、この次ですね、来い、せーの、あ、レア。はい、心ドン。はい、2パック目。はい、この次ですね、いきます、せーの、あー、普通のレア、アイスパンダ。あ、出た、ドンパラレル。あ、今回3時ですね、3時のあのシーンです。はい、パラレルドン。はい、3パック目。ある意味ドン。はい、この次ですね、せーの、あー、普通のローブルーチレア。はい、はい、4パック目。はい、この次ですね、せーの、まあ、これはレア、普通のレア、ブルーの。はい、はい、5パック目。はい、この次ですね、いきます、せーの、ああ、普通のレアかや。はい、はい、ラスト6パック目。いや、別の店舗で買ったんでね、もう一回奇跡起きてほしい。はい、この次、来い、奇跡をもう一度、せーの、起きない。いや、普通にレア、スーパーレアも出ない。ハズレパック。はい、振り返ってみたらね、スーパーレアが1枚だけ、はい、ルッチで、何よりシクシクの片栗、これはバチ嬉しいわ。これめちゃんこかっこいいな。いや、これ良かった。今回は当たりでした。はい。
いやもう本当ね、何よりね、本当ワンピースカードが手に入りにくいですね。もうね、アマゾンとかでもプレネですからね。しかも未開封かどうか怪しいところばかりです。はい、いやーやっぱね、信頼ができるねショップで購入することをお勧めします。はい、売ってましたらね、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。ということでね、今回は以上になります。まあ、ワンピースカードね、まあボックスで購入できたらね、まあその都度ね動画にもアップしていきますんでね、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。